玄関ホールになるんですけれども、玄関ホールの部分にちょっとこう固定の棚と、あとペンダントライトですね、可愛いですね、これをちょっと垂らしてあげて、ここに、まあ、本当趣味の写真のちょっと置いていただいたりとか、まあ、ちょっと季節ごとでいろいろ飾ってもらえたりするスペースなので、ちょっといろいろ楽しめる部分かなと思います。で、今回あの玄関フロアの方ですね、ここは、モルタルの金ごて仕上げっていうので、ちょっとあの武骨さというか、アウトドアっぽいような感じをここで出しております。で、ちょっとこのままですね、玄関入ってこっちまっすぐ行っていただくと、こんな感じでかなり広々とした土間収納を備えております。で、両サイドにこの可動棚ですね、こっちは主にあの靴を置いていただいたりとかっていう感じになると思うんですけど、まあ、靴自体ものすごい収納量あるんですが、こっちの可動棚に関しては、アウトドア用品とか登山用品を、もう帰ってきて、まあ、一回も靴脱がずにここにバッと置けちゃうっていうような、そんな仕様になってます。やっぱちょっとそのアウトドア用品とかってね、汚れがついてたりとか、その状態で持ち帰ってくることがあるので、まあ、その辺も特に気にすることなく、もうここにドンって置いてもらっちゃって、置いてもらっちゃえるっていうような仕様になってます。で、この面ですね、こっち側の面、この角の後ろもそうなんですけど、全部あの有効ボードっていうこの穴が開いてるこのボードを貼らさせてもらってます。で、どんな使い方するのっていうところなんですけれども、こちらが、この穴の部分に引っ掛ける、ちょっとあの、おしゃれ金物みたいなのが結構、あの、雑貨屋さんとかアマゾンとかでも売ってるんですけど、そういうので、自分でカスタマイズして、例えばちょっとフックみたいなのかけて、あの、リュックかけてみたりとか、こういうなんか、こう、飾り棚みたいな部品もあるので、そういうのでちょっとこう、飾り付けしたりとかっていう形で、まあ、かなり、多目的に、まあ、無限じゃないかってぐらい使い勝手があると思います。はい。なので、まあ、アウトドアとか、その辺とかなり親和性高いかなと思うので、ぜひちょっとこういうね、土間収納とか考えられてる方は、こういう面をちょっと一部作っておいても面白いかなと思います。はい。で、このまま直で、ここにもドアがあります。こちら入っていただくと、なんとですね、洗面の方に繋がってきますね。こんな感じで。もう洗面に直につながってくるので、なんで、汚れたお洋服とかをもうこの辺にかけていただいて、ここにかけて、で汚れたものも置いて、で靴脱いでそのまま手が洗えちゃうっていうような、そんな流れになっています。帰宅動線っていうところにも結構今回かなりこだわらせていただいて、玄関普通にこれ帰ってきていただいて、でこのまま靴履いたままこっちのシューズクローク側に入ってこれます。でここ今ハンガーかかってるんですけど、コートだったりとかその辺をこうかけていただいて、で靴とかもですね、かなり大容量の収納を備えているので、ここにしまっていただくっていうような形になっております。下がタイルになってるので、ちょっと汚れたものとかもそのまま置いちゃっても大丈夫ですし、まあ雨の日とかその辺でも全然心配ないかなっていうような作りになっております。じゃあ続いてもう一個の帰宅動線なんですけれども、帰ってきて今、洋服だったりとかここにかけたと思うんですが、そのままじゃあ買ってきたものをこうバッグに入れたまま、ここのドアを開けていただくと、こんな感じでもうすぐキッチンのスペースになってます。なんでここの、くぼみに冷蔵庫を置く想定なので、買ってきたものをすぐしまえたりとか、この辺ですね、この辺に、食料のストックのものを入れてもらったりとかっていう形で、帰宅動線、買い物動線がものすごくいい間取りになっております。玄関ホールがこちらになってます。で土間続きでこっちに行っていただくと、結構広々としたスペースなんですが、土間収納兼シューズクロークのスペースになっています。3畳ぐらいのスペースになっていて、で、靴しまえるようにこう棚があるのと、あとあのアウターだったりとか、お子様のカッパとかそういう傘とかかけられるようにパイプハンガーここにつけてあります。で土間収納自体も結構広めなので、例えば、自転車だったりとか、そういうアウトドア用品とかもここにもうそのまま置いていただけるような仕様になってます。帰ってきて、例えば両手いっぱいに買い物を買ってきたとしても、ここからすぐ上がっていただくと、こんな感じで両サイドこうバーッとパントリーになってます。なので買ってきたものも、すぐここに食品収納庫っていう形でこうしまっていただけるっていうような流れになっています。
このパントリーにしまった後に、冷蔵物とか、ちょっとここ今何も入ってないんですけど、ここに冷蔵庫がもうすっぽり格納されるような形になるので、ここで冷蔵物はしまって、でそのままもうキッチンっていうような流れになってます。逆にお料理の際とかも、パントリーと冷蔵庫がすごい近いので、食材出しに行ったりとか、その辺の動線も非常にいいような形になっております。土間が今回タイルではなくて、モルタル塗りのすごいかっこいいヴィンテージテイストな雰囲気になっております。で、収納に関してもちょっと黒いこのドアですねをこう開けていただくと、こんな形で土間からつながって可動棚がこうバーッと入っているような形になっております。なので下の方もこの扉で隠れるので、ブーツだったり長靴を置いていただいて、で上の方は履物をこう並べていただくっていう形で、かなり収納量としては取れているような形になっております。はい、でこちらの方行っていただくと、このまま土間続きで洋服をかけられるパイプハンガーつけてあるので、帰ってきたアウターだったりとか、濡れたものも直接置いていただいても、下が土間なので全然濡れちゃっても大丈夫ですよっていうような流れになっております。はい、玄関入ってきまして、動線が2つあるんですけれども、まずこちらですね、こちら来ていただくと、こんな形で土間続きでシューズクロークのスペースになってます。かなり広々としたスペースあるので、こう可動棚をこうバーッと入れてあげて、で下の方はなんかブーツとか長靴とかそのまま置いていただいていいですし、あとここにはお洋服だったりとか、ちょっとそのかけるものですね、ハンガー系のものがかけるようになってます。でそのままもう一個こっちですね、こちら来ていただくと、こんな形で洗面スペースに直行できるような形になっています。で最近この帰宅後すぐに洗面の方に行けるっていうのが、かなりトレンドの間取りとなっているので、おすすめの間取りです。じゃあ続きまして、もう一個の動線になるんですけれども、今度こっちですね、こっちのドアを開けていただくと、こんな形でリビングの土間スペースに直接土足で来れるような形になっています。で、用途に合わせていろいろ使っていただければいいんですけれども、薪ストーブ今回入れさせていただいているので、ちょっと薪をこう外から運んでくるタイミングとか、そういった時に直接ここまで靴で来れるので、かなり便利な動線になっています。宣伝になっちゃうんですけれども、資料請求の方もですね、絶賛受付中でございます。でこんな感じでですね、いろんなカタログが取り揃えておりますので、ぜひですね、皆さん一度資料の方をご請求いただきまして、で弊社のですね、総合カタログとかもあります。施工事例が載ってたり、こういう企画住宅が載ってたりっていう形ですね、お家作りの参考になるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひですね、お気軽に問い合わせいただければと思います。資料請求もそうなんですけども、ホームページの方でですね、イベント情報だったりとか、各種お得な、情報の方を日々更新させていただいています。インスタグラムの方でもですね、イベント情報っていうのを常にこう発信させていただいてますので、ぜひぜひフォローだったりですとか、いいねっていうのもまた皆さんいただけたら嬉しいと思っています。ではまた次回の動画もですね、皆さん楽しみにしていただければと思いますので、またライビングの YouTube の方も、登録だったりとか、いいねっていうのをしていただければと思います。じゃあ皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。